総労働力人口の中で外国人労働力が占める比率外国人労働者は他国からの労働者を受け入れ国の視点で捉えた場合の故障移住労働者とも外国からの出稼ぎ労働者は移民労働者に含まれる外国人労働者を生み出す要因には近隣国との経済格差などが挙げられる一方で20世紀末以降いわゆるグローバル化が進み 国際的な人の移動が活発になったことにも注目する必要がある。外国人労働者が発生する要因として伝統的な考え方ではプッシュ要因とプル要因に分類した考察が行われてきた。プッシュ要因としては送り出し国側において経済発展が遅れて雇用機会が不足し労働力が過剰になることが挙げられる。 プル要因は受け入れ国側が高度経済成長を迎えることで起きる労働力不足である。先進国における少子高齢化も原因に挙げられることがある。この両者が組み合わさって労働力の移動が発生するとされる。この場合、両国間における賃金や所得の格差が重要になってくる。一方、グローバル化が進む中で、 労働力移動を考える際に二国間の関係分析だけでは不十分とする意見も強い。また近年見られる地域統合の動きも労働力移動に大きな影響を与えると考えられている。地域経済統合によって短期的には専門技術者などの移動を自由にする一方、長期的には経済が活性化されることで過剰労働力の発生が抑えられ、域内における 労働力移動は安定に向かうとの予測がされている。ただし EU では加盟国間の経済格差が比較的小さいのに対し、格差の大きい AFTA などでは、諸国間の比較優位が顕在化し、産業構造が再編される中で、大量の余剰労働力が発生する恐れもある。経済的要因による労働力移動のほかに、血縁的要素、技術移転に伴うもの、 強制移住なども労働力の流入での原因となる。近年では、交通手段、通信網の整備も労働力の移動を容易にしている。外国人労働者はその扱いにつき、特定の技能や経験を必要としない分野で働く、非熟練労働者と、専門的、技術的分野において活躍する熟練労働者に、大別される。従来は、専門職の国際移動はあまり見られなかったために、 外国人労働者問題を論じる場合は、非熟練労働者が議論の対象であった。先進国は、かつて高度経済発展を迎えた際に、労働力不足に陥ったため周辺国から多数の外国人労働者を受け入れたが、後に経済が停滞すると、自国の労働市場を圧迫するとして受け入れ規制を行った。にもかかわらず流入は続き、 各国とも多くの不法滞在者を抱えている。ジャトーなどの圧戦集団によって不法入国のビジネス化も進んでいる。一方で専門的、技術的分野における労働者の移動はグローバリゼーションの進展に伴い増えてきたものである。特に情報通信技術の分野が重要視され始めると各国は国際競争力を強化するために技術者が入国しやすい。 法整備を行うようになった。IT 分野における最大の送り出し国はインド、受け入れ国はアメリカ合衆国である。外国人労働者をめぐっては様々な問題が挙げられる。主に議論されるものとしては、労働者送り出し国から見た頭脳流出問題、先進国間における技術者獲得競争、非熟練労働者の受け入れの是非などがある。特に非熟練労働者をめぐっては、 犯罪問題や人権問題と結びつき、深刻な問題とされることが多い。不法入国者の問題が絡むことも少なからずあるため、様々な事件の温床と見るものもある。非熟練労働者を低賃金で導入する場合、国内において賃金水準の低下や非自発的失業者の増加が懸念される。ただし、アメリカ、カナダ、日本、ヨーロッパのどのデータを使った、 専門家による精査された実証研究ではそのような負の関係は発見されていない。2015年12月にイングランド銀行が賃金と移民の関連性についての研究を発表し移民の比率が10%増加すると非熟練労働者の平均賃金が2%低下することを示した。非熟練労働者を本格的に受け入れ労働放棄や 社会保障を整備した場合、賃金の投機や財政負担増につながる心配がある。中長期的には経済の活性化をもたらすとも考えられる。特に先進国では少子高齢化が進んでおり、若年労働力の比率が下がってきている。このため、経済規模を維持するには労働力の輸入が必要不可欠であるとの意見もある。ヨーロッパ諸国において従来受け入れ国は、 外国人労働者について一時的な滞在を想定していた。しかし彼らの滞在は長期化、さらには家族呼び寄せなどによる定住化の傾向を見せ、新たに様々な社会問題を引き起こすようになった。そのような中、自国において外国人労働者にどのような地位を与えるか、すでに国内にある外国人コミュニティをいかに地域コミュニティに組み入れていくかという方策。 すなわち、社会的統合が検討されるようになった。まず初期の段階においては、搾取の防止や適正な労働環境の整備が挙げられる。これらは短期就労においても重要である。次に、地域住民との圧力防止や住宅問題などがある。言葉が通じない国においては、滞在が長期化するにつれて、次第に、同国人同士のコミュニティへの依存度を高める傾向が、 見られるが、こうしたこと自体が、周辺社会に対する無言の圧力にもなる。外国人労働者が住宅を確保することは、各種証明などで困難を伴うことが多い。また、非熟練労働者などは家賃が低い地域に集まる、傾向があり、こうした場合地域社会との圧力はさらに強まる。適切な対応を行わなければ、スラム化の危険が高まる。 家族を呼び寄せたり現地で結婚するなどして定住化すると子供の教育問題も発生する。言語能力が低いと学校は対応に苦慮し、現地民の苦情が寄せられることが多い。さらには年金などの社会保障や法的地位をどの程度認めるかといった問題がある。これらの対策を適切に行わないまま外国人、労働者の流入、定住化が進んだ場合、 彼らを社会的な底辺に追い込み、結果として、犯罪や過激な思想、宗教に走りやすいと考えられている。ただしこれらの統合政策を行うならば、かなりの社会的コストを伴うのは必至である。社会的統合の理念に対する反発も強い。ヨーロッパでは1990年代において、高失業率にもかかわらず多くの外国人、労働者が流入し、 排外主義が高まっていった。特にドイツではネオナチグループに限らず一般の若者までが外国人労働者コミュニティとの間で衝突を起こし死傷者を出す事件も起きている。在住する外国人の中において階層化が進んでいることも大きな問題となっている。言語能力の違いなどが原因となって社会へ統合されていく層と取り残される層のに 曲化が進んでいる国も多い。こうした中、2005年には、ロンドン同時爆破テロが発生した。背景については、不明な部分も多いものの、イスラム移民系による犯行は、社会的統合プロセスに大きな疑問を投げかけた。また、同じく2005年には2005年、パリ郊外暴動事件も発生している。日本では、外国人労働者が多数居住する地区は、 スーパーマーケットも地元日本人客が敬遠する場合も見られ、それら外国人労働者とその家族を相手とした食料、医療品の商店や利用室、レンタルビデオ店から旅行代理店などのサービス業者が誕生し、さながら外国人外の様子をなしているケースも発生している。また言葉と文化が通じないことによって発生する文化摩擦も深刻で生活習慣の違いから、 以下のような住民間のいざこざが起こるケースも見られる。これらの問題では、特に急激に外国人労働者が増えた地域では、深刻で、商店では、言葉が通じず、個人商店が客である、外国人労働者の突飛な行動に翻弄されるケースが見られ、それに嫌気がさして、店を閉めてしまうという事態も発生している。またその一方で、旧来から、 地元住民の間で培われた地域コミュニティに馴染めない外国人労働者が孤立化するケースも見られる。日本では技能実習生の人権侵害が大きな問題になっている。ベトナム人の技能実習生が騙されて除染作業をさせられていた最低賃金以下の賃金で労働をさせていたなどの問題が起こっている。先進国において 外国人労働者の受け入れに消極的な理由の一つとして外国人による犯罪の増加が挙げられる。犯罪統計においては外国人の犯罪率が本国民の犯罪率より高いことがしばしば示される。国境を越えてくる者の,の中には麻薬、銃器の密輸入や不特定多数の外国人によって結成された窃盗団があるとみなされることが多い。 大抵はこれらの行為に手を染めている者は、トライ目的そのものが犯罪行為であると考えられるが、近年では本人も知らないうちに密輸入の運び屋にされたり、多額の報酬に目がくらんで、国内の犯罪組織等と国外のバイヤーを結ぶ、輸送を受け負ってしまう。また職を欠くほどに困窮して、犯罪集団に手を貸してしまうケースも起きている。また漠然と仕事を求めてトライした。 外国人で稼ぎ労働者が密集して居住する地域では食い詰めた労働者によって起こされる窃盗の問題やそれら雑多な居住者に混じって海外逃亡中の犯罪者によって悪化しうる治安の問題も有識しきものになりつつある。2020年6月コロナ禍における特別定額給付金を居住実態のなく住民登録がある長崎に 向かうため、東京から博多まで新幹線に無賃乗車したとして、住居不定無職のフィリピン国籍の男を、鉄道営業法違反の疑いで、福岡県警博多署が逮捕した。外国人労働者においては、住民登録地に、転居手続きを取らず不厳重となることが起こり、住民税や国民健康保険税の滞納につながっている。各国で、労働環境や、 人権侵害を理由とした外国人労働者による暴動が発生している。日本における外国人労働者による暴動の類型としては、特定国籍または複数国籍の集団が社会保障等を求めて単独で発生させるもの、格差、貧困、差別などを理由として社会に不満を持つ学生、労働者、農民、 女性を組織した国内の不満分子と移民労働者が同調したものの二つに分けることができる。英国シガーディアンは現代の奴隷制という特集の中でカタールで働く外国人か政府への虐待について2013年の上半期だけで600人のフィリピン人女性が保護されたと報道している。カタール当局は奴隷制国家との指摘を否定している。労働者の募集。 渡航に絡んで人身売買が発生するケースも見られる。日本への就労に絡む人身売買事件は少なくなく、邪党の一部や日本の暴力団が現地で人員を募集、日本への渡航費用や手段、国内での職場や居住先を圧旋するとしながら、多くの借金を背負わせている。日本に着いたら旅券や外国人登録証を取り上げ、 強制労働させるという事件も起こっている。ことに女性に関してはこれらの手口で売春を強要される等の被害に遭う事例が多数に上る。すでに1980年代から問題が顕在化していたが2004年には米国から日本は人身売買要官市国の指定を受けるという事態にまで発展している。このため日本政府では2004年から 人身売買監視強化を目的とした入国管理法改正により人身売買被害者に関しては公的な保護を行い国費による帰国支援を行ったり犯罪行為究明のため人身売買被疑者の裁判期間中は国内滞在を認める方向で進んでいるまた警察庁もこれら犯罪行為の温床になりやすい性風俗売春営業店を監視取り締まる方向で 風俗営業法改正を進め、第4章、第2節第2巻の無店舗型性風俗特殊営業の規制といった項目を置いて特に実態が不明確だった無店舗型性風俗売春産業に対し、営業届での義務とその他細かい業務内容の規定が盛り込まれ、罰則の適用などの面で強化された。一部には渡航費用や滞在費用として、 家財道具や家屋を売り払ってくるものもあるが、その中には密入国を圧線するマフィアにそれらを騙し取られ、さらに渡航滞在費の不足分として強制労働や犯罪への加担を強制させられるといったケースも報告されており、一攫千金を夢見た代償としてはあまりに多くを失う人もある。ただし、米国が指摘した日本の人身売買には、 年間8万人ほど来日していたフィリピン人タレントのホステス就労を指摘したとも取られ、米国では日本のキャバクラのような芸者文化から始まった営業システムが理解されておらず生産業だとする誤解があった。当時、常任理事国入りを第一目標としていた日本政府は直ちに人身売買として認めてしまい、工業ビザの大幅な規制を行ったが、 これにより大きな経済的損失を被ったフィリピン政府は工業ビザでの入国の維持を日本側に求めており在費日本大使館前では抗議集会も行われたまた飲食店水商売風俗店を中心に外国人経営者が外国人の不法就労を助長し逮捕される例も多く見られる西ドイツでは第二次世界大戦後驚異的な経済成長を見せたが それに伴い労働力不足が深刻になった。このため政府は各国と二国間協定を結び各国の主要都市にドイツ委員会を設置、本国の機関と連携して労働者の募集活動を行った。初期はイタリアやスペイン、ベルリンの壁建設後はポルトガルやユーゴスラビアなどから労働者が集まったがとりわけ流入が多かったのはトルコ出身者であった。 第一次石油危機によって経済は打撃を受けた。折しも、ベビーブルーム世代の労働市場参入が本格化することが予測されていたこともあり、政府は外国人労働者募集を原則停止するとともに、労働市場テストを導入した。しかし、国内の外国人労働者の長期滞在化、また彼らの家族呼び寄せにより、外国人数は増加の傾向を見せていった。 帰国奨励金の支給などの政策による効果も一時的なものにとどまった。このため彼らの社会的統合が図られることになったが、東西ドイツ統一後の景気悪化によってその試みは困難を迎えた。旧東ドイツ地域で失業が増加し、また冷戦の終焉やバルカン半島の情勢悪化によって他国から経済難民が大量に流入した。これにより、労働市場は 不安定になり、外国人労働者に対する国内感情は悪化、外国人襲撃事件が続発した。現在ドイツでは他の先進国同様、非熟練労働者受け入れの規制を強めるとともに、専門的技術を持つ労働者を積極的に募集している。2000年には情報通信分野で一定の学歴、 技術を有する者に限り労働許可の取得を簡素化するグリーンカード制度を発足させた。また、これらの方針を進めるため2005年には新移民法を施行させ各種制度を整備した。一方で、東欧諸国などを対象に二国間協定を結び、経済援助の目的のもと限定的に非熟練労働者を受け入れている。2016年からは、 EU 圏外のバルカン諸国からの外国人、労働者が増加している。これらの国の出身者には、情勢が良くないことから人道的配慮で在留を認めていたが、情勢改善からそれがなくなり就労資格への切り替えが進んだためである。情報技術者の受け入れに関しては、国内産業の立ち遅れから急務となっているが、言葉の壁などから獲得目標に届いていないのが現状である。 フランスでは20世紀初頭から労働力が不足気味であったが第二次世界大戦後の経済再建期に大量の労働者を必要とした。そのためスペイン、ポルトガル、アルジェリアからの移民が相次いだ。初期は白人の移民が多かったが徐々にヨーロッパ外からの移民が増加し摩擦が起こるようになった。また彼らは低賃金で過酷な職場に追い込まれることが多く、 居住地のスラム化や外国人による労働葬儀など様々な問題が発生した。このような中大一時石油危機が発生し、外国人労働者受け入れの停止が望まれるようになった。1974年、大統領に就任したジスカールデスタンは移民の受け入れ停止を決定。1976年には帰国を希望する者に奨励金を支給したが、 あまり効果は見られなかった。また外国人労働者による家族の呼び寄せまでは禁止されていなかったので外国人の総数はむしろ増加していった。定住化を見せる彼らに対し社会的統合が大きな課題とされていくようになる。しかし外国人労働者にどのような権利を認めるかをめぐっては混乱が続いた。1981年ミッテラン政権は 国内の外国人に対して広く権利の保障を行ったが、右派が対等するにつれて、次第に権利は縮小されていった。1993年には改正移民法及び国籍法の修正によって、強力な入国規制と外国人の大幅な権利制限が行われた。また97年の移民法では、外国人労働者に対して滞在許可証の更新を認めないとされた。 98年の改正でこれらの規制は緩やかなものとなった。労働者受け入れにおいては、労働市場テストが用いられているが、失業率が高いために受け入れが許可されることはほとんどない。2006年にニコラ・サルコジ内省が主導となって進めていた新移民法が可決される。この法案の骨子は、イミグレーションチョイシエと呼ばれ、移民の滞在資格選抜の厳格化にある。 この法律には、仏人の配偶者などの滞在資格審査の厳格化、高い技術と才能を持つ、外国人の滞在資格の新設、移民のフランス語教育及び、フランスの市民教育の義務化などが盛り込まれている。スイスでは、季節労働者を中心に、多くの外国人労働者を受け入れてきたが、1970年代以降は、過剰流入を抑えるために数量割り当て制度が、 導入されている。スイスにおいて労働者に発行される滞在許可には、季節的滞在許可、通年滞在許可、短期滞在許可がある。季節的滞在許可は、農業、建設業、観光業において一時的な労働力不足を解消するために発行するもので、EU 及び F 他県外のものに限られる。 通年滞在許可を発行する際は、労働市場テストを行うことになっている。スイスの作家マックス・フルッシュは、スイスの外国人労働者問題について、我々は労働力を呼んだが、やってきたのは人間だった。ビーアリーファン・アービーツ・クラフト・ウント・エスカメン・メンシェン、と語った。2010年代に入ると、国民の豊かな国への移住が進み少子高齢化の、 信仰から労働力が不足するようになった。このため EU 圏外からの外国人労働者を受け入れが増加し始めた。特に2017年からはベトナム人労働者が増加し2018年にベトナム政府と覚書を結んだ。2019年上半期の非 EU 加盟国の新規就労許可者ではベトナム人が最も多かった。 人材の流出が進んでいるため、ベラルーシ人やウクライナ人労働者を受け入れている。特に、ウクライナ人労働者は多く、国内に100万人ほどがいるとされている。しかし、それでも人手が不足すると見られているので同じ、カトリックの国であるフィリピンから労働者を受け入れるために2カ国での政府間協議に入った。シンガポールでは1970年代に入って、高度成長が始まり、 労働力が不足していった。これに対し同国では外国人労働力の導入を進めてきた。特に専門的技術を有する労働者に対しては受け入れ基準を緩め積極的な獲得を狙っている。非熟練労働者の受け入れ規制に際しては雇用税、雇用率制度を用いている。雇用税は外国人を雇用する際に一定額の税金を払う制度。 雇用率は各企業において外国人労働者が占める割合に上限を設けるものである。この二つを組み合わせることで市場原理を利用しつつ細かいコントロールを行うことが可能になるが雇用税についてはその費用が労働者に転嫁される危険が高いなどの問題もある。マレーシアでは1960年代から安定して経済が発展していったが 都市部の熟練労働者が海外へ出て行き、不足した労働力を補うため農村の労働者が都市に流入、その結果農村において労働力が足りなくなるという連鎖現象が起きた。そのためプランテーションにおいてインドネシア人を中心に雇用が進んだ。1980年代には外国人労働者は製造業や建設業にも携わるようになり、 周辺各国から大量に流入が起きた。彼らは都市部で活動するため、一般市民との摩擦を生み、やがて排斥運動が起こるようになった。1990年代に入るとマレーシアは、外国人雇用を凍結し、密入国者やその雇用主に対して厳罰化を行うとともに、不法滞在者のアムネスティを進めるなど、各種の対策を取った。しかしながら、 近隣国からの密入国は絶えず、現在不法滞在者は100万人を超えると言われている。一方で、先進国への熟練労働者流出は続いており、労働力のコントロールは最重要課題となっている。韓国内での外国人労働者をめぐる構造は、日本と類似する点が多い。従来韓国では、日本と同じく在留資格制度によって、 受け入れを専門技術を有する者に限ってきた。しかしソウルオリンピックと前後して経済成長を迎えることによって労働力不足が顕著なものになった。そこで政府は1991年に開発途上国の技術工場を名目として産業研修制度を導入し実質的に非熟練労働者を受け入れた。ところが研修生がより高賃金を求めて 研修先で失踪、不法就労化する事態が相次いだ。政府は数々の対策を講じたが効果はなく、2002年には全外国人労働者数の8割が不法滞在となるに至った。このため、2003年に不法滞在者に対するアムネスティを行い、翌4年には労働市場テストを用いた外国人雇用許可制を開始し、 非熟練労働者の本格的な受け入れに踏み切った。アメリカ合衆国における外国人受け入れは移民政策が中心だが、ここでは非移民の動向、その中でも大半をなすメキシコからの労働者について述べる。20世紀初頭にアメリカメキシコ間が鉄道で結ばれると多くのメキシコ人が合衆国に向かい、南部や西部諸州で鉄道建設や農業に携わった。 特に第一次世界大戦後は労働力不足のために流入は急増した。しかし、後に大恐慌時代を迎えると失業、政府の帰国奨励策、人種差別などのために彼らの多くが帰国した。第二次世界大戦が勃発すると南部の農業労働を中心に再び労働者不足に見舞われるようになった。そのため合衆国は 各国と二国間協定を結んで労働者を受け入れるブラセロ計画を1942年から推し進めた。カリブ海諸国やカナダとも協定を結んだが、受け入れのほとんどはメキシコからの労働者となった。1965年にブラセロ計画は廃止されたが、帰国しない外国人労働者は多く、不法滞在会や密入国の問題が深刻となっていった。 1986年には移民改革統制法が施行され、長期間不法滞在しているものの合法化が図られるとともに、不法就労に対する雇用主の処罰、国境警備などの取締り強化が定められた。この後も各種法改正によって不法移民に対しては厳しい措置をとっている。1990年には移民法が改正された。 短期就労ビザの制度が再編され、非熟練労働者については受け入れを縮小する一方、専門職を対象とした H-1B ビザを新設した。こうした法整備は、後に IT 分野を中心に大量の技術者獲得に結びつくこととなった。現在、非移民の就労については在留資格制度での規制を行い、非熟練労働者に関しては、 労働市場テストを用いている。また、不法移民について、労働力逼迫を背景に一時労働を認める、動きがある。台湾では、外国人労働者は、外籍労工と呼ばれる。規模は、2017年11月時点で67万人。製造業など、単純労働現場で働いている。賃金は安く、台湾人労働者の半分ほどのケースもある。 旧ソ連は、1967年より、シベリアの北洋財伐採現場などで、北朝鮮からの労働者の受け入れを始めた。2017年、国連安全保障理事会が北朝鮮による核実験とミサイル発射実験に対して、制裁決議を可決すると、ロシアも滞在許可を1年に縮めて、新規受け入れを中止し、2019年末までに、 すべての北朝鮮労働者を帰国させる方針を掲げて相関を始めている。またソ連崩壊後は中央アジアからの外国人労働者を多く受け入れている。日本における外国人労働者数の推移第二次世界大戦前は労働力がむしろ余剰しており移民の形をとって労働力を放出していた。戦後しばらくも過剰状態にあった。 高度経済成長期には一時労働力不足が懸念されたが、段階の世代からなる若年労働者が豊富で、集団就職などによって弾力的な分配が行われて、国内だけで労働力を確保できたために、労働力問題は解決された。しかし1980年代には人口構造が変化し、また若者の高学歴化が見られる中でバブル景気を迎えた。 この頃には社会の成熟化が進み、単純労働がきつい、汚い、危険などとして敬遠されるようになった。このため深刻な労働者不足に見舞われた。一方で東南アジアや南アジアにおいては1970年代頃には他国への出稼ぎが構造化していたが、中東でオイルマネーによる後継期が終わりを迎え、出稼ぎ労働者たちは行き場を失った。 そのような中で日本の後継機が注目された。1980年代初めにはすでに韓国、フィリピンを中心としたアジアの女性が工業ビザの名目で飲食業を中心として日本に流入していた。バブル期には南米の日系人、ついでパキスタンやバングラデシュ、さらにはイランなど中近東から労働者が続々とやってきた。日本は 単純労働者の受け入れを認めていないが、彼らの多くは観光ビザや学生ビザ、研修ビザで来日し、不法就労の形で建設業や製造業に携わった。1990年には入管法が改正され、在留資格が整備されるとともに、日系人については職種による制限なしに国内で就労が認められるようになった。また、 開発途上国の経済発展を目的として1981年に創設されていた外国人研修制度も1990年に規制緩和が行われ、商工会議所などによる団体管理型が導入された。1993年には技能実習制度が開始され、一定の水準に達したと認められた外国人研修生に対して追加で 最大一年の研修が許可されるようになった。1990年代末になると、就職難を背景にブリューカラー業種での労働力不足は解消に向かったが、少子高齢化やグローバリゼーションを迎える中での労働力不足が懸念され、経済競争力に対する危機感、周辺各国からの受け入れ要請などを背景として、産業界を中心として再び受け入れに関する。 論議が起こった。政府は従来の方針を維持し、不法滞在者については取り締まりを強化している。一方で EPA による外国人看護師、介護福祉士候補者の受け入れや留学生に就労を一部認めるなど外国人労働者の受け入れは拡大していった。2019年には改正された出入国管理及び難民認定法が施行され、 外国人労働者の受け入れ拡大に大きく火事を切った。2020年、日本ではベトナムが最も多く、ついで中国、フィリピン、ブラジル以上の国は10万人を超えている。それ以外にもネパール、アメリカ、インドネシア、イラン、インドからの労働者流入が見られる。中には渡航費用や滞在費を作ろうとして、家財道具を含む家屋を売り払ってくるケースも見られる。 圧線ブローカーに渡航費用を前借りして来日するケースも多いが、ブローカーに多くの借金を抱えているため、これが人身売買に該当すると指摘されている。日本では高度技術を有した外国人労働者の受け入れは少ないが、非熟練、低賃金労働は外国人労働者が担っており、特に製造業は外国人労働者がいなければ立ち行かない状況となっている。 日本の外国人労働者の特徴として、日系人は永住権を獲得し、出稼ぎから定住に移行している点が挙げられる。外国人労働者が増えた地域では、旧来居住者と信頼外国人との文化の衝突による生活レベルの問題が発生している。日本語の能力に問題がある外国籍児童については増加傾向にあり、 1991年は5463人だったのが、2018年には4485人で、ありそのうちおよそ1万人が支援も受けられていない、日本語指導ができる教師の数は、絶対的に不足している状況となっている。定住といっても、帰化を目指している場合は、結婚などで来日する他の在日外国人と大差はない。だが、外国人労働者の場合、 定住はしても、身を立てることができれば、故郷に戻るつもりの人もいる。このように、外国人労働者のそれぞれの背景は多様であり、一律的な生活サービスがニーズに合致しにくい。いずれにしても、こうした地域、生活レベルの社会的問題を、どのように解決するかが、外国人労働者の受け入れでは、欠かすことのできない点であると言える。 国民健康保険制度においては、国民健康保険税では、初年度は日本での前年所得がないため軽減となり、翌年度は通常の保険料額となるが、滞納したまま帰国してしまうケースも多いと言われている。豊島区では、平成30年度予算において、外国籍の非保険者が急増しており、区の全非保険者の4分の1を占めていることを掲げ、特に、 ベトナム人の転入者が急増し、滞納世帯数及び、滞納金額も急増している状況を述べている。国民健康保険制度への理解、納付意識の低さなどから滞納につながりやすい傾向にあることから、ベトナム語に対応できる相談員の配置を開始した。平成27年時点では、国保は加入の2割長が外国人で、その半数が留学生であり、 中でも最近ベトナムからの留学生が非常に多く、ベトナムの留学生の就農率は36%くらいでかなり低いとされている。このため国民健康保険課で日本語学校に向けて農夫鑑賞の PR を行っている。2019年8月にはボリビアで3つ校を出産したとして、ボリビア人の会社役員が複数の自治体で 国民健康保険の出産育児一時金を騙し取ったとして逮捕されている。1回121万で同様の手口で40件弱、約2千数百万円が被害額とみられている。出産育児一時金は海外で出産しても受給可能なため現地の病院が発行した出生証明書さえあれば支給されるが、それが本物かどうか行政は確認していないのが、 実情と報道されている。また、荒川区においては、平成28年度の国民健康保険の、海外での出産育児一時金の支給のうち、中国が31件と全体の6割に上がる。神戸市では、平成26年に不法滞在のベトナム人女性が、妹の国民健康保険証を利用し、2年以上、総額1000万円以上の HIV 治療を受けていた。 千葉県船橋市でも、国保で29年度の保険料を滞納した世帯の、うち、世帯主が外国人の世帯の収納率は54.98%で、全体の収納率に比べて低くなっていることにより、平成30年により、ネイティブスピーカーによる、ベトナム語、ネパール語での電話のオフ干渉を開始し、6カ国語に翻訳したパンフレットを作成して、対策している。 松戸市でも平成29年度決算として滞納額の約1割強が外国人であり今年度から徴収戦略の一環でベトナム人滞納者が増加していることからベトナム人が通う日本語学校に協力してもらい国民健康保険制度の周知や指導を行った滞納処分も外国人に対し11月末現在で92名差し押さえしたと報告されている 東京都新宿区にある総合病院では1990年から2001年の間の外国人の分娩数は12年間で656例であり総分娩数に占める外国人の割合は1990年には4.2%であったが年々増加し1997年からは全分娩の約16から19%を占めた公的保険加入は 加入している者が66.0%、保険に加入していない者は30.6%、生活保護1.0%、不明2.4%であった。飛び込み分娩事例は21例、全外国人分娩事例の3.2%であり、21例の国籍の内訳は、対66.7%となっている。飛び込み出産は、強養や感染症の有無もわからず、 出産行為となるため、医療従事者の感染リスクなども通常より高まる問題も抱えている。2007年には、日本女産主会専務理事によると、飛び込み出産につながる未受診妊婦は以前は出産を経験したことのある女性に多かったが、最近は一弱年妊婦二外国人、女性、三経済困窮家庭などに多い傾向があると報道されている。 さらに、2014年に会計検査院、日本国外に居住する控除対象扶養親族に、係る扶養控除の適用状況等についてによると、国外扶養者は、国内扶養者と比較して、納税者一人当たりの控除対象扶養親族の平均人数が多く、納税者から見て、当園の親族や、労働年齢層を扶養しているとするものも、多数見受けられる。 多数の国外扶養親族を扶養控除の対象としているため、国外扶養控除適用額が多額に上ることにより、所得税が課税されていない者が多数いた。その控除対象扶養親族の生存の有無や住所を確認する書類の不備もあった。所得税が非課税になった場合、国保保険料や介護保険料のほか、子供の公立保育園や幼稚園の保育料、 公営住宅の家賃なども非課税枠で最低水準になると指摘されている。保育園入園の選考は勤務時間や家庭状況が指数化されて行われるが、同点の家庭が並んだ場合には、最近は所得が低い家庭を優先する実地帯も増えてきたとされ、非課税世帯である外国人が有利となる場合も想定される。税等の滞納があった場合にも、 国税徴収法による財産調査、差し押さえ処分も国内資産がない場合には困難となり、資産調査でも指名表記が統一されていないため、国内資産状況も結果的に取得されることがある。住民税に関しては、給与転引きとなる特別徴収されず普通徴収のものが多いなどの理由で滞納が発生しやすい。普通徴収で付加するも納税意識の違い。 生活費を優先する等の理由も、相まって滞納が多発。滞納処分するのは、日本人と同様だが、文化や言葉の壁も、相まって進展しないケースも多い。そもそも、給与が、小学の仕事を掛け持ちすることにより、各事業所からの特別徴収を免れていたり、特別徴収の要件を満たさない、短期雇用を繰り返しているとされている。また、法的には、出国時に、 転出手続きが必要だが、罰則がないので無断出国も多く、現行法上市町村は事前に出国を把握するすべもない。このため出国後、事実上徴収不可能になってしまう場合が多い。浜松市では、平成23年現在、ブラジル人を中心とした外国人約2万7千人が居住しており、浜松市全人口の 約81万8000人の約3.3%を占める。しかし、市民税の現年課税分普通徴収においては、市全体の収納率が92%を超えるのに、対して外国人にかかる収納率は57.93%と、市平均を大きく下回り、市民税の現年課税分普通徴収の対応額については、 自然体の滞納額約9.6億円のうち、外国人の滞納が約11%を占めている状況にある。このため、外国人特有の言語の問題等で、税の制度を理解できない外国人に基本的な税の知識不足を解消するため、日本語の習得教材を兼ねた資料を配布、特別徴収事業所の拡大と退職時の個人住民税の一括徴収を推進するため、 外国人を雇用する企業の協力を求めるなどの取り組みをしている。税の公平性の確保のため学校、事業者、諸外国大使館などを通じた留学生及び労働者への納税制度についての啓発が急務となっている。また、多数の外国人労働者が在住する愛知県、豊田市は外国人集中都市会議において外国人住民の長期滞在化、 高齢化について発表し、アンケートより在住外国人の全体の6割しか年金に加入しておらず、そのうち定住者では加入率が4割であるが4割が永住を望むことを明らかにしている。全体の1割がお金を払いたくないことを理由に年金加入をしないとなっている。年金は外国人が自国に帰った場合には日本と 社会保障協定の締結が結ばれていない場合には、日本での掛け金は無駄となるが、その締結国は限られている。豊田氏は締結国が促進されるように提言している。現在、日本は人手不足に陥っており2019年時、ハローワークの有効求人倍率は1.59倍。日本で働く外国人の数は146万人と過去最高を記録した。 製造業では、技能実習生が、サービス業では留学生が多く働いている。なお、外国人の採用方法については、ホワイトカラー労働者は、外国人専門の人材紹介、ブルーカラー労働者は求人広告が主流である。オリンピック開催後には不況に陥る国も多く、2020年、東京オリンピック後に2020年現在の、人手不足が継続していない可能性もある。 平成18年度の生活保護に関する実態調査ではフィリピンの生活保護対象の在留資格保有者数は増加傾向であり生活保護の対象となる在留資格保有者の増加に従い受給者も増える可能性がある警察庁が集計した資料によると平成23から25年も一般永住者の摘発が最多だった国内全体の摘発者が 減少傾向にある一方、一般永住者は横ばい状態が続いている。一般永住者は、素行が良くて、一定の資産や技術がある外国人であれば、原則10年間以上、日本に滞在することを条件に認められてきた。10年以降は、日本人配偶者で3年以上滞在すれば、前科があって、無収入でも取得できるように要件を緩和されている。 雇用に関する留意転入管法において在留資格の範囲内で在留活動が認められるため在留資格の累計範囲内での就労とされている。受け入れ側となる会社側等では入国要件、在留期間と就労が許可された規定の仕事範囲であるのかについてパスポートや在留カード等においての確認の義務がある。在留資格が留学となる留学生の場合は 就労は原則として許されていない。2012年7月の改正入国管理法の施行後から在籍法の許可等と出入国管理及び難民認定法第19条第2項を根拠とした資格外活動許可が認められた留学生に限りアルバイトについて認可、規定されるようになった。しかし在留カードの発行対象でない在留期間が3ヶ月の 留学生はこの限りでなく、また、公助領族に反する、仕事内容、許可時間以上の就労など、その規定範囲を超える場合には、不法就労とみなされることがある。受け入れ制度及び資格に対する批判外国人、研修制度、技能実習制度については、実態は、非熟練労働者受け入れのための制度になって、いるのではという批判がある。事実、香川県のある事例では、 実習生を安価な作業員としてしか使わず、甚だしいことに、給与から、さらに移植住の費用を転引し、契約の半額以下の給与しか支給していなかった事業所があった。これは、氷山の一角で、同種の例はたくさんある。また、本来の目的である、途上国への技術移転が不十分である、との声も強い。留学生の受け入れに関しても、 不法就労につながることが危惧されることがある。2001年に KSD 事件が発覚し、小山高さ参議院議員が国会において技能実習制度における滞在期間の延長を求めた件につき、KSD 中小企業経営者福祉事業団から供与を受けたとして自宅収賄容疑で逮捕された。また同年には、坂田短期大学が受け入れた 大量の中国人留学生のうち相当数が不法就労を行っていたことが発覚し、これら受け入れ制度に対する信頼は大きく傷ついた。本制度については2007年批判を背景に制度の見直しが各省庁で始まった。2019年東京福祉大では今年度研究生として受け入れた留学生約3200人のうち約700人が 所在不明となっていることが発覚した。就学ビザが切れ、不法残留となっている留学生も存在し、入国管理局や文部科学省が調査を開始し、会計検査院も補助金の適正執行について調べていると見られている。労働環境これら労働者は、社会的地位が低い場合も多く、過酷で安全措置が不十分な職場環境にあるケースも見られ、 さらに言葉の問題から安全教育が必ずしも十分とは言えないケースもある。バブル期以降外国人の労働災害が多数発生したが労災隠しが行われる事例が目立った。企業が社会保険の負担を嫌がり外国人労働者に社会保険を加入させない問題が近年クローズアップされている。また外国人労働者側も生活費を切り詰めたり、 不法滞在の発覚を恐れて、社会保険への加入を拒む者もいる。保険に未加入の外国人生活者は、自己負担が大変高額になるため、医療費の不払いが各地で多発した。それらを背景に、医療機関が外国人受け入れを拒むという事態まで起きている。近年、 介護現場の人手不足から外国人の介護労働者を積極的に受け入れているようになっているが外国人労働者の管理については各介護事業者の裁量に委ねられているため外国人労働者を安い給料で酷使する介護事業者も多く訴訟が起こされるケースも出ている入管法における通報義務不法就労者に絡む諸問題への取り組みが進まない原因として 入管法第62条の規定が挙げられる。これは国、地方公共団体の職員が不法滞在を発見した時には通報を行う義務があるとしたもので、このため人身売買などの被害者であっても滞在就労資格に不備を見つけ次第強制的な国外退去処分とされたり、逆に見ないふりをされることがあった。しかし次第に弾力的な運用も行われるようになり、 2003年には法務省の通知で配偶者からの暴力被害の事例についてその目的によっては通報義務を避けても良いことが認められたが在留資格を回復させるためには法務大臣から特別在留許可を受けるしかないため最終的には入管への出頭を進めることが望ましいとされている。ありがとうございます。